はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきましてありがとうございます。陶磁器工房きらくです。今日はね、おうちで陶芸の第2弾、楽焼きマーカーで絵付けをしてみるというのをね、やってみたいと思います。前回ね、オーブントードで作品作ってどんな感じになりましたよっていうのをね、紹介しました。今回は、粘土で作る方じゃなくて絵付けをする方ね、それをねちょっと紹介してみたいと思います。で、実際にどんな商品かっていうと、これね、インターネットとかでもね、すぐ買えます。とってもお手頃な値段ですんでね、ぜひ皆さんも見てもらっていいかなと思いますよね。で、通常の陶芸だと、素焼きをした後に下絵付けをして釉薬をかけて1230度で焼成する。もしくは出来上がった器に上絵付けをして800度で焼き付けるっていうのがね、まあ、通常の陶芸です。で、この楽焼きマーカー何が違うかっていうと、オーブンで付けをできるって感じなんでね、オーブンで焼き付けをして色を定着させるっていうことができるマーカーになっています。で、色もね、各いろいろありますし、その実際に、陶芸でやってる絵付けとこの楽焼きマーカーっていうのがね、どれぐらい違うのかっていうのをね、見てもらうといいのかなと思いますん でこれからね、これで、実際に絵付けをしてみたいと思います。で、今回絵付けするのね、まあ、通常皆さん食器として使っているのはね、この磁器の器が多いと思います。まあ、この磁器の器に絵付けをして焼き付けるのと、もう一個ね、陶芸をやってるとやっぱこの陶器を作ってる方も結構多いと思うんでね、実際にこの陶器の方にも絵付けをしてみて、それがね、どちらも綺麗に出るのかっていうのもね、試してみたいと思います。それではね、今から準備していきたいと思います。はい、それではね、ちょっと実際にやる前にこの楽焼きマーカーっていうのがね、どんなものなのかちょっと紹介しましょう。まあ、ここに書いてありますけどもね、焼くだけ簡単、オーブンで加熱して色をつけましょうって感じですね。で、これね、今8色セットかな、それを買ってきました。これでね、1000円ちょっとだと思いますね。結構安いです。で、使い方はね、後ろにこういうふうに使い方書いてありますんで、これを見ながらね、実際にやっていくといいかなと思います。で、焼く温度は200度もしくは、230度ってなってますんでね、やっぱりオーブンでできるような温度帯でね、焼けるようになっております。で、これをね、今から焼いて、書いていきたいと思います。はい、それではね、実際にね、ちょっとこれ出してみましょう。本当に普通に売ってるペンみたいな感じですよね。まあ、色もカラフルでね、いろいろあっていいと思います。じゃあ、とりあえず何色か描いてみたいと思いますんで、この、ね、磁器の器にね、ちょっと、絵付けしていきたいと思います。で、筆の先はね、細いの、これ細い方ね、まあ、マッキーの細と同じぐらいですね。で、もう一個ね、こっちの筆っていうのがありますね。まあ、筆ペンみたいな感じですよね。まあ、これで、両方ともね、やってみたいと思います。じゃあ、まずちょっと筆の方からね、描いてみます。筆ペンよりはちょっと硬い感じですかね。なので書きやすいと思いますよね。この書いた質感って伝わりますかね。私ペンもあんまり上手くないからなかなかこう綺麗に書けないけども、これ慣れてくるとね、結構書きやすいんじゃないかなと思いますよね。よいしょ。そうするとこのままね、全部色入れていきたいと思います。はい、それではね、磁器の器の方にね、一通り全色で描いてみました。まあ、ちょっと絵は下手くそですけども、まあ、どんな感じになるかっていうのをね、見れるといいんじゃないかなと思います。で、こっちの方はね、筆の方で塗って、ちょっとね、塗ったところのちょっとさらに隙間をね、ちょっと塗りつぶしてみました。で、細い方のやつはこんな感じでね、ペンとしてしっかりね、線が描けると思います。で、描き心地はですね、マッキーのペンあるじゃないですか、あれとほとんど同じですね。で、それをガラス質の上に描くので、やっぱちょっとこうペンが滑るというかね、なのでお子さんが綺麗に絵を描けるかって言われるとちょっと難しいかもしれないですね。あと、例えばお皿、平らなお皿の上だったら比較的ね、このペンの方で描いてあげたら、描きやすいんじゃないかな。
こっちの筆タイプはやっぱなかなかね、筆使いが慣れないと難しいんじゃないかなと思いますよね。でこれをちょっとこのままね、ある程度乾かして今度オーブンで焼いていきます。で次にこっちのね陶器の方で、今回これねあえてちょっと黒い器を選んでみました。発色がするのかどうかっていうのもね、ちょっと合わせて見てもらったらいいかなと思いますんで、この黒い器にねちょっと書いてそれもねやっていきたいと思います。はい、それではね、陶器の方もねちょっと色をつけてみました。でこっちの陶器の方ねわざと黒い釉薬の上に描いているので、やっぱね色がちょっと見えないよね。一応全色こう横ラインでストライプが入ってるんですけど、やっぱ黒い器にはちょっと向かないのかな。まあ、ちょっととりあえずねどんな感じになるかはちょっと焼いてみたいと思います。あとこの高台の上にもねちょっとカラーをいろいろ乗せてみましたんで、まあ、これでねどんな感じに焼き上がるか、ちょっとやってみたいと思います。で焼成温度で、200度で25分、もしくは230度で20分って書いてありますんで、まあ、今回ねちょっと200度でね、25分焼いてみましょうかね。で今からねオーブン入れていきます。はい、で今ね、焼いて15分ぐらい経ちましたがね。で焼いてる時はですね若干この焼いてるような匂いがしますね。で、私このオーブンでちょっと前回こうオーブン陶芸もやったので、まあ、その匂いが残ってるのか、この楽焼きマーカーの焼いてる匂いなのかちょっと分かんないですけども、まあ、やっぱ若干匂いがしますんで、換気をしながらね焼いてもらった方がいいんじゃないかなと思います。ではねもう少しこれ焼いていきたいと思います。はい、それではね今焼き上がりました。で一応ねこのままね、オーブンの中で1時間ぐらいちょっと放置して、器がある程度冷めてからね、取った方がいいっていうのが書いてありました。でちょっと今回時間ないんでねこのままちょっと取り出したいと思います。よいしょ、焼き上がりを綺麗に発色してますね。よいしょ、じゃこれからね今ちょっと器を乾かし冷ましてね、それからちょっと結果を見てみたいと思います。はい、それではね焼き上がりましたんでね結果を見てみたいと思います。で焼き上がりがこんな感じです。こうマーカーで描いた通りの色がねそのまま綺麗にこう焼き付けて、発色しているのがわかると思います。こっちがね細い方の描いたペンで、こっちが筆タイプのペンですよね。で筆タイプの方もねこう濃淡がそのまま綺麗に出てますんで、その濃淡を、利用した絵付けなんかにもねとっても向いてると思います。でこちらの細い方の線もねしっかり発色が出てますんで、こう綺麗にね、絵付けができるんじゃないかなと思います。でちょっとね黒い方も見てみましょう。黒い方の器ねこんな感じです。ご覧の通りね、釉薬が黒いですので、ペンの発色ほとんど見えなくなってますよね。なのでやっぱこう色の強い釉薬の上に描いてもなかなかこの落焼きマーカーの色っていうのがね、見えてこないと思いますんで、まあこの落焼きマーカーで絵付けするんであればね、こういう磁器の白い器とか白い陶器とかね、まあ、そういうのにね使ってもらうといいんじゃないかなと思います。ちょっとこれね指でこすってみますよ。で指でこうこすってみても指にこうついてくることはほぼありませんので、こうしっかりね定着しているのがねわかると思います。こっちの筆の方も細い方もねもうしっかり焼き付いてます。陶芸のね上絵付けと比べても遜色ないぐらいのしっかり焼き付けた感じにはなっておりますね。で、使う時のちょっと注意点としては、こういうね上絵付けとか、この落焼きマーカーとかねこう焼き付けるやつっていうのは、使ってるうちにねちょっとこう剥げてきたりします。なのでこういうね器の内側、食事が当たるようなところとか口元、こういうところにはねちょっと使わない方がいいんじゃないかなと思いますよね。あとこの落焼きマーカーの注意事項としてはね、グラタンとかそういうオーブンを使って焼くようなやつだと
この楽焼きマーカーの焼き付け温度もそもそも低いですんでね、まあ、そういう食器にも使わない方がいいんじゃないかなと思います。なので、まあ、私の感覚としてはね、まあ、器の外側にこう絵を描いてそれを焼き付けて楽しむとか、あとは食器以外のもの、花器とかね、オブジェとかそういったものでちょっと釉薬とか、上絵付けだとちょっと大変だなと思うものにこういう楽焼きマーカーでねちょっと色をつけてワンポイント楽しむとかね、まあ、そういうのがね使い勝手としてはいいんじゃないかなと思います。ただ本当このマーカー自体はねとっても優秀で、使いやすいと思いますんでね、まあ、私も今後ね例えばこう内入れの仕事とかこう何々さんへとか書いてほしいとかあったらね、まあ、そういうのにちょっと使ってみようかなと思いましたよね。で一応今日はねこの、楽焼きマーカーっていうのをね、紹介しました、ご自宅のオーブンでもねしっかり絵付けを焼き付けることができますんで、まあ、とっても優秀なこうマーカーなんじゃないかなと思いますよね。本当私もこれからこの楽焼きマーカーを使ってねちょっと表現方法を考えてみたいなと思いました。で皆さんもねぜひ参考にしてもらって自分の作品作りにね活かしてもらえるといいかなと思います。